前回は飛行機の離陸をたくさん見たのでターミナルを移動します。無料のターミナル連絡バスもありますが、日没が近いので東京モノレールで移動することにします。第3ターミナルからは東京モノレールの改札口は直結です。東京モノレールは短い間隔で運転しているのですぐに乗ることができます。第2ターミナル行きがやってきました。次は羽田空港第1ターミナルに変わります。東京モノレールは各ターミナルの下に駅があります。京急の駅より少し歩く距離が短くなります。ただし降りるターミナルを間違えないようにしましょう。国道線は車内の航空会社別の放送機案内をご確認です。羽田空港第2ターミナルに到着です。この第2ターミナルは2004年にできたターミナルです。第1ターミナルは JAL グループに対して、こちらは ANA 全日空グループが主に発着するターミナルです。夕方以降の夜の時間帯にかけて空港の雰囲気を感じ取るなら第2ターミナルがおすすめです。それは出発ロビーを見渡せる飲食スペースです。オープンな空間なので空港の雰囲気を楽しみながら食事ができます。そしてもう一つおすすめなのがこちらです。とても人気のレストランです。2人以上だと窓際は大人気で座るのが困難ですが、1人ならカウンターで楽しむことができます。窓の外は飛行機ビュー、最高の贅沢です。到着する飛行機を見ながら早速いただきましょう。黄金のシュワシュワクラフトタイプです。待ち時間も最高の時間です。飛行機が離陸していきます。目の前の飛行機は出発の準備中です。荷物の積み込みを観察することができます。夕方の時間帯は到着出発便が多いので飛行機がよく行き来します。飛行機がたくさん来ると同時に私の食事も到着しました。今回注文したのはこちらです。飛行機を見ながらハンバーグをいただきます。十分食事を楽しめたので席を譲りたいと思います。ガラス越しと違って展望デッキの景色もとても良いですね。こちらからは東京の夜景と飛行機をこのように見ることができます。そろそろ各地への最終便が出発していきます。
今後はチェックイン機からの搭乗からスマートフォンへ切り替わっていきます。この光景もまた変化していくことになるでしょう。第2ターミナルからは再び東京モノレールへ。モノレールに乗車し、お話はまた次回に続けてまいります。ご視聴いただきありがとうございました。